ました、ルーレットバトル。第1回はレイクタウンでやらせてもらいまして、はい、今回御殿場プレミアムアウトレッドということで、おお、羽ばたいたね。御殿場まで来たぜ。最近僕行ったんですけど、はい、めちゃくちゃあります。わー、それあるだろうね。普通のブランドもあるけど、あんま安いとこではない。なるほど。ということで今回のルーレット、あの上限金額上がっております。まあ、じゃんけん負けた人がルーレットするんだけど、4つしか分けないんで、1個が3万で、もう1個5万で、最後10万。10万の全身コーデってなかなかよ。4番目なんとゼロ。おお、逆の地獄。買えないんだ。買えないんだ。逆の地獄やば。やだ、やだ、周りがみんな好きに買ってる。これはやばい。自分は見るだけです。やばい。後でインスタ乗っけて、写真乗っけて、皆さんに審査し、いいねする。また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 やろう。皆さんのいいねで対決すると、ぜひ皆さんインスタのチェックをお願いいたします。お願いします。ちなみにあれですか、コーデ対決するときは僕ピン抜いていいですか？じゃあダメ。それはもう、これは無理だもんな。さすがにこれなしです。あー、なるほどなるほど。いざ目にすると怖いな。いや、いざ目にするとちょっと楽しい。10はやべえ。じゃんけんで決めていきましょう。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。おーっしゃー、逃がれた。自分に行くの本当だ。ガイ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 。はい、じゃあグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。自分に来た。ルーレットは正義さんに決定。正義さんで弱すぎ。やらせだと思われるぐらい俺弱くて。ひどい。いつも弱く、逆におもろいわ。じゃあこれやっていきましょう。さあ、何が出る？10万とする。何が出る？10万とする。何が出る？10万すぎて、10万すぎてよ。3万。おめえ、3万や。1番こっち。いや、一番いい方とかない。あなたたち自由ですから。そう、確かに。今回高級、高級な感じの。あー、そうか。ガチでこれ負けたら嫌だよ。確かに嫌だな。この二人がめちゃめちゃビタビタなんですよ。めっちゃバチってる。前回ビリとビリ2で、この二人がもうめっちゃ焦り焦り。めちゃめちゃシーソーゲームだったもん。本当に皆さん、顔は見ないで、コーデで見てください。あくまでも服の組み合わせ。好きな格好だけ見ていいねしてください。そう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 。そういうことです。じゃあ皆さんやってみましょう。レッツ行きましょう。はい、ということで早速もうターボーと俺とノリア買っちゃいました。1品買っちゃいました。もう俺はもう2品買っちゃった。いやもうね、金銭感覚が頭おかしくなってから、安いよ、もうノリアのバーバリーのかっこいいの見て、その後から3万安いって言ってた。みんなでこういうなんかさ、高級とか来ないじゃん。ひたすら楽しい。強兵とかがめっちゃ生きてるの見てて思う。さっきバーバリーの20万ぐらいのコート着て、終点見つけたわとか言いました。自分のおしゃれの頂点見つけた。もうその先はない。ということでね、まだまだ見ていきましょう。はい、行きましょう。はい、ということで買ってきました。やった、すごいね。もうわしの顔が見えないよ。やばい、埋まっとるで。え、気がする。だ、聞こえてるお前。聞こえる聞こえる聞こえる。出たよ、買いまた。何これ、え、これマジヤバくない？はい、早速。マジヤバくない？はい、早速。うわ、何入れて誰か。最近なんか現象悪化してる、やばいのが多い。ちょっと紹介していいですか？紹介がしたい。とりあえず紹介して、この後インスタの写真を載っけますので、こ、はい、ちらを見て、ミネを皆さんインスタミネをして、はい、現象でちょっとテンション高い。そうそうそう。ビリの方は、今回ターボーの講習を10秒間書いてもらいます。ターボーがなったら、自分のよだれをつけたティッシュかなんかを15分。あれ、だめだ。お前ら楽やん。俺3万までだったじゃないですか。気づいたらもうほとんど全員3万以上買ってる。余裕だよ。とりあえずいくら買ったかちょっと発表していきましょう。まあ僕は3万2000円です。大器は僕は2万8000円です。27俺2万9000円。でもみんなそんなもんか。うん、ノリさん4万。おお、買ったね。でも袋の量半端なかったイメージある。まず合計いくら。16です、合計。ということで紹介していきましょう。
じゃあまず大輝さん。はい、ビームさんね。おー、いいね。これ2個だったんだけど、どっちもビームさんで買いました。続きまして、小林さん。青パンツ。かわいい。秋これからデカめのチェックとかやっぱ熱いと思う。暑い。大輝さん、シャレを作ることが。ああ、これも俺ね、一目惚れしました。めっちゃかっこよかったわ。こんな感じですね。後ろがもう、バチ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 だ。今回1いただきます。このインスタのポイント教えてください。とりあえずまあ新しい方服だよね。秋っぽい服着たことなかったから、ここでね新しい自分を見せる。おお。金玉さん。金玉じゃねえよ。まずね、いっちゃん一目惚れしたカシラ。またどうか。うそ。まあいいですよもう。カシラってとこの帽子。カシラはね、めちゃくちゃあの斬新な帽子たくさんあって、これはアウトレットであったからちょっとノリとね、カーボーに紹介して一目惚れした。行ったところもここがもう一目惚れして。もうすぐ言いました。これめっちゃ可愛い。全然出えへん。もういいですか紹介して。これです。こちら。これ横とか超斬新。そう、食べてみてもいいですか。ああ結構高いですからね。次はジュン。リコレみたいな買い出した感じを間近で見てもらえます。こんな感じのジャケットでございます。こちら結構高いですからね。お、バカ野郎。高いですからね。フラグを作る。ジャーナルスタンダード出たー。はい、ということでこんな感じです。これも可愛いよね。可愛い。ということでじゃあこのポイント教えてください。僕のね、数少ないいいところといえばやっぱスタイルがいいという。お、終わりました。はい、はい、ジャーナルスタンダードでございます。ベージュのね、可愛い。横も書いてます。次、京平さんね。次だ。もう即決した。ビームス、これはやばい。ジャケット、これやばい。もうスターウォーズ、これマジで。マジでスターウォーズ。俺まさかのチャンピオンコラボ。そう、ちょっとね、こっちに京平の好きなキャラクターの名前が入ってます。シス、悪役の名前。スターウォーズファンには結構たまらない一品となっています。以上だね。じゃあこのコーナーポイントお願いします。いや今回は本当に俺の好きなものを着るっていう。スターウォーズだし、ベージュのパンツだし。そんなベージュのパンツ好きなの。そんな好きじゃなかったかもしれないね。はい、最下位。いや、3連敗したら次から出ないよ。3連敗だけは割り切りたい。はい、じゃあ僕はですね、カシラ。やっぱりね、面白い帽子がたくさんあって。うん、何今の顔。モロッコの音楽隊みたいな帽子。この耳のところもね、こうペタってなる。綺麗わ。ちょっとそれペロペロしてる。怖い。カカイクの表現がこちら。タートルネックの長袖、これだけですね。ジャーナルです。青いニットで、おお、おお、おお、あ、お前。今年の冬はちょっと青を攻めて。いきたいな。冬に青を攻める。そしてこれ、エンジ色のコートですね。フェブルシー、フェブルシー。こんな感じですね。色がビタビタ。そしてですね。まだあるの。こちらです。ドン。ナイキなんですね、これ意外と。いや、僕大好きなんですよ、ナイキがね。ナイキとバチ。おい、おい、おい。というところで、ありました。違反です。レッドカードです。いいね、マイナス3000です。はい、リアルに1000下げてもいいよ。1000下げてもビリはないと。うわ、強っ。皆さん、顔見ちゃダメです。はい、1000下げて、もう京平さん負けたらもう自殺しちゃいます。上のポイントは帽子とこの秋っぽいこのコート。秋はこんな方とどうですかっていう感じですね。なるほど。まず僕もカシラさんの。これね、ノリとね、かぶったんですけど、秋だからこそのこの攻め具合。こちらノリと一緒で、この冬あったかくなるこれついてます。これね、これを付着してノリに言われた言葉がもう神や。それ言われた時もう何も反論できない。受けを狙ってポイント稼ぐんじゃなくて、せめての評価をいただきたい。今回靴買ったんですけど、インスタの方での戦いに出てくるかは分かります。あ、そうか。ただビタビタなんで皆さんに紹介しようかな。これやばいです。こちらです。痛すぎるでしょこれ。ナイキのね、やばっ。エアフォースですね。ソールのね、プラスチックになってるやつがエアの中で最高かな。それがこの赤であって、しかもミドル、即買い。下こちらですね。うわ、じゃあそれがすげえ。このマスタード系買いたくて、でライン1個入ってる中でももう1色のライン攻めてるなポイントだ。すごいな。見えるかな。ジャケットも今回秋で攻めさせていただきました。ビタビタです。こちらジャーナルさんで、俺に珍しい落ち着いたんだけど、チェックではやっぱ秋感。でボタンがね、めちゃ気に入ったんですよ。ここがちょっとおしゃれだな。いいね。行かせていただきました。ポイントとしては前衛的な秋。やっぱりおしゃれが多い ST スタジオの中で攻撃をして1位を取りたいなということで、自分のね、やりたい格好で死んだのが一番かっこいいからね。金で言うな。はい、ということで以上全員のコーデが出揃ったということで、この写真を見て、改めてインスタグラムに飛んでみて、みんなの見てもらって、ぜひいいねとフォローよろしくお願いいたします。お願いします。今回最高額だね、15万円の対決なんで。前衛ドアで言ったらもう1位かもしれない。
果たしてそこを皆さん評価してくれるのか、それとも恭平みたいにね、王道系ファッションが勝つのか、本当これ皆さんのいいね次第なので、インスタやってる方ぜひいいねしに来てください。お願いします。ということで、少しでもねおしゃれだなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー、絶対お願いします。3連覇です。本当にお願いします。